はい、今回のマインクラフトはね、なんとね、全てのモブがアイテムを交換してくれるっていうね、意味不明なやつです。しかもそのモブに適したアイテムを交換してくれるということで、一体エンダードラゴンは何を交換してくれるのか、もう最後まで見ていくしかないと思います。そして昨日 YouTube 本社から電話がかかってきて、なんと俺の動画見てる 80% もの人がまだチャンネル登録してないぞということで、みんなチャンネル登録をしてってね。お願いします。無料だから。そして今回の動画の高評価数、1回突破できるか、1個高評価いけるか。はい、では楽しんで。はい、3、2、1、スタートで木を殴っていく。いきなりもうちゃっちゃでやっちゃおう。やっぱ一番つまんない部分はこの木をボコボコにするっていうところだから、やっちゃおう。オッケー。しかも、紙ポジに出たんだけど、何これ、なんだこいつ。こんなやつ見たことあるわ。待って、最高すぎるんだけど、何これ。ちょっとね、まあ、いるじゃん。こういう生物がいるじゃん、マイクラには。で、俺の、おそらくで、これ見てて、これまあ普通の鶏じゃん、こいつ。どこにでもいるような。こいつを右クリックすれば、あっエメラルドで矢交換できるんだけど、こいつ。そう、だから、こんな感じで、待って、他に、いるね、羊がいるじゃん。ちょっと見ててほしいんだけど、こいつをね、見てて、いけよ。こいつもおそらく、まあ、ごく普通の羊なんだけど、おい、お前。待って、こいつめちゃくちゃ優しそうな顔してんのに、見てこれ、TNT、しかもなんかスーパー TNT ってなってんだけど。はい、ということで、なんと今日はね、すべてのモブがアイテムを交換してくれるっぽいのよ。こいつもだよ、だから。でもこいつはなんかすごい、なんか TNT がめっちゃ交換してくれるんだけど。待って、じゃあこういう巨人もお前ももしや。かなとこ、お、やばいぞ。待ってことは、ちょっと待って。で、モブに適してるアイテムを交換してくれるってことか、これは。まあいいや、とりあえずね。まあ見た感じ、エメラルドがないとね、交換できないんだけど、見てよ、この紙ポジ。こいつとか多分、エメラルド来るし、ほら芋26個でエメラルド1個。やるな、お前。あ、しかも待って、これあれじゃん。こいつは何15、まあ悪くない。ちょっと、これあるじゃん。リンゴ一番手っ取り早くエメラルドをこいつらから盗みまくって、お前ね、いいやついないか。エメラルド野郎。なんかやばいやついるんだけど、なんか異常なやつがいる、ここに。こいつやばい。お前やばくない？何これ、どういうこと？なんか一人だけレベルの違うやつがいるんだけど、見てこれ。こいつ捕獲するぞ、お前。捕獲だ。こっちもチェスある。パンツ。捕獲した。オッケー、こいつさえいれば。で、こいつ異常なんだけど、本当に。やばくない？今のさ、普通に冷静に考えてやばくない？オッケー、最強のツール作るじゃん。こいつ。なんか変わって、こいつ仕事に就いたんだ。もう仕事やめろ、お前。わかったんだけど。無職の引きこもりニート村人がめっちゃ最強なの交換してくれる。あれなんか仕事に就いたぞ、また。どこ行ったの、最強のやつは。おい、返せ、俺の最強の村人ほら、仕事に就かせるな。無職を応援しろ、今回は。で、ちょっと待って、もう先にこいつが消える前に、やばくないこいつ。もう3個あんだけど、エメラルドブロック。やばいよ、量産しよう。オッケー、棒52個あった。どこ行った？こいつ。やめろ、お前。仕事に就くな。で、エメラルド9個。で、しかもエンダーパール、なんでこいつ何なの？全部エメラルドしてくる。めっちゃあんだけど、もうめっちゃもらってこ。先にエメラルド、もう、お前いいやつやな、マジで。先ちょっと棒めっちゃ作るわ。俺はね、棒大量に作る男として世界に名を轟かせる、マジで。オッケー、エメラルドブロック8個。で、めっちゃあるぞ。こっからよ、楽しいとこは。モブがね、ちょっと待って、こいつ買いたいんだけど、これ。スーパー TNT、なんなの？普通の TNT じゃないのよ、これ。一回置いてみるか。お前ら気をつけろ。着火しないんかい。マカチャカファイヤーないわ。まあいいや。石のつら、もらってこ。なんかよくわかんない。石のつらは持ってた。待って、豚なんなの？お前ら何交換してくれんの？金のに、全部金のに。こいつはなんだこいつは。豚って人参好きなんだっけ。まあいいや、もらってきましょう。よくわかんないけど、めっちゃあるし、エメラルドもめっちゃあるし、いいね。もう48個あるよ、金の人参。やっぱり多分、モブにあった何かしら交換してくれるのか。そういうことか。なるほどね。待って、なんか怒ってる。待って、こいつはポーションくれるんだけど、待って、こいつ買いたいな。攻撃力上昇、移動速度もらってこい。よくわかんないけど、エメラルドめっちゃあるし、こいつはこれ何こいつは。こいつは馬なのか。お前なんだお前。まあいいや、謎の生物は。ディアモンでくれるんだけど。これめっちゃいいやついた。もうもらっていきましょうよ。やばい。エメラルドがもうない。でも26からダイヤ。ありがとう。こいつ、ちょっと待って。これさ、かなとこ、めっちゃいいんだけど、こいつ。かなとこもらっていく。はい。で、寝よ。これ非常に良くないわ、これは。非常に良くないね、これは。待って、猫いるぞ、猫が。おい、猫逃げるな。逃げるな、猫お前逃げると思うね。現実から逃げるな。現実から逃げるな、お前は。お、早いぞこいつなんか。何こいつ、もう無理だ。諦めよう。ダイヤめっちゃあるから、ダイヤもうな、見て、もうダイヤ26個あるから、ちょ、斧作ろう、斧作ろう。早めに斧作って、早く来て、早く来て、はい、こういうことよ。お前ね、お前。飛び道具いらん、お前。どっか行け、お前は。いいよ、いいよ、いいよ。圧倒的な効率重視の男となった、俺は。あいつは無職太郎、無職太郎。エメラルドブロック大量にもらっていく。やばいんだけど、めっちゃもらえる、めっちゃもらえる。24個。お前、やばいんだけど。やばい、やばい、エメラルドやばい。オゲー、エメラルド3スタック。もういらないっしょ、エメラルドは。ちょっとこの村から旅立つ前にエメラルド大量に持っときたいのよ。オッケー、もういいで、もうこれだけやればいいでしょ。もういいでしょ、もう。冷静に考えてさ、ゾンビとかもさ、交換するってことだよ。全部のモブだからね、もうこういうことよ、こういうことなのよ。牛見てなくない俺。お前ね、見た？あ、見た？そう、エンチャン、やばくないこれ。え、ちょっと待って、もらっ、え、やばくないロック。え、もらっていきましょう、もらっていきましょう、もらっていきましょう。待って、でもその前にこいつからもうちょっとダイヤもらってくる。ダイヤめ、もうちょっともらっといて、ダイヤ何個でもらってもいいからね。で、さらにさらに、こいつよ。こいつから鉄ブロックをもらっておきいの。さらに、こういうことよ。補充して、この村からもう脱出する男。完璧じゃない？俺の計画完璧すぎない？よし、いいぞ、もう。逃げていくぞ。あ、待って。おい、洞窟あるじゃん。こんないいとこに洞窟あるじゃん。あ、待って、ゾンビの音する。めっちゃ広いんだけど。まあ、死にそうだから、ちょっと待って。もう作っちゃう。40個あるし、ダイヤ。こういうことよ。あ、もうむちゃくちゃな服装の男になったけど。いる最強の武器も作っておいて、で、こいつらも多分交換してくれるはずなのよ。ただ、こいつら殺しに来るな、俺を交換してるついでに。え、できる？できる？え？いらな。お前どっか行けお前。お前四隅やお前は。お前どっか行けお前。白いとこ。やばい死ぬ。バケツリーノ作っておきいの。こういうことよ。あ、待って。ちょっとついでにもう全部作っとこう。はい。いる！めっちゃいるけど。殺される？待って、雲は？お前やめろ！あ、移動速度上昇。いらんね。どっか行けお前。え、ゾンビ。普通のゾンビ。鉄かい。こいつら鉄担当かい。ういー。嘘でしょ、運が来てる。これで、マカチャカファイヤー作って、あ、待って、これはこいつはお前ねえねん。あ、やばいお前やばい。お前どっか行ったよ。今やめて。神のモブ見つけたんだけど、こいつやばいよ。おい、どこ行った？こいつが死ぬ前に。やばい、エリトラもらえ。2個もらってきます。はい、ありがとうございます。あ、ベイベルなると。待って、こいつやばくないこいつ。お前。やめろ、お前は。問題は、エリトラあるのいいんだけど。あ、待って、これもらってこう。花火よ。いるぞ、あいつが。まあ、こっちから。お前来た！お前やべ！あ！でも今見えたよ。今一瞬の判断見た俺の。右クリックした。おい。あ、来た！お前何？え、やば。え、でもエンチャントテーブルいるか？一応もらっとこう。はい、ありがとうございますと。お、やばい。めっちゃ新しいやついっぱいいる。でも弓ちょうだい。あ、クリーパー。ただどうやって爆破せずに。お前やべえ！お、これ来たんじゃない？これ来たでしょ。あ、え？今つけた。やばい。ちょっと待って。こっち来いお前。よし、来たよ。お前！ほら！めっちゃもらってこ。モブに適してる何かしらが出る。お前どっか行けお前は。完全にスケちゃんが、こいつが、ほら、や関係のやつ。殺される前に全部もらってこ。はい、ありがとうございます。フレーム、全部もらってきます。お前よくも俺が、お前やってくれたな。もう用なしよ。え、ネザーのやつら何をどうするんだ？早くネザー行きたいんだけど。雲どこにいるの？あ、いた！あ、待って、雲ってなんだっけ？あ、上昇か、いらんねお前。糸落として。めっちゃいる。ただ待てよ。これいくらだけもらってこう。よこせ、お前糸。頼む。あ、雲いるじゃん。めっちゃ雲いるじゃん。来た。よし、来た。もうよなし。待って。イカと魚。おい、すごいぞ、なんか。水。ん、まあ、いらない。お前いらないわ。魚。何？シーピクルス。待って、ラマもいる。こいつまでよ。新種。なんだお前は。お前なんだ？即時ダメージに。なんだこいつ、頭でかっ。じゃあ、これで、まず、ダイヤモンドの剣作る。で、これに、ダメージ増加10。おー、やばくない？ノックバック 10！ 足りない。我々にはエンチャントのピンが64個あるというね。必殺奥義よ。エンチャントスプラッシュマウンテン。オッケーで、これで、ノックバック10追加していく。で、さらに、ダムを作っておいて、もう、無敵艦隊。射撃ダメージ増加10。無限！フレームよ。もう、あ！壊れた！かなとこりいいの。まあいいや。もう来たでしょ、これ。ちょっと待って、水色パンツも作っと思う。こういうことよ！ちょ、待て。ゲップ出る。待てい。お前、こいつは逃げ足だけ早いの。お前ね。ちょっと、さっきの謎の生物の上位互換いたんだけど。お前逃げるな、お前。なんだこいつ。おい、やめ、お前何？やば。でも正直ダイヤブックいらないけど、めっちゃ持ってきましょう。もうなんかこういうプレイヤーとなる今日は。まあいいでしょう。50個もらっといた一応。記念に。あ、これちょっと待って。スーパー TNT 一回やってみたい。これ何なの？普通の TNT になっちゃうから、これ多分置いちゃうと。あ、なんか分身したぞ。これ知らない？オッケー、いっぱいもらってこう、いっぱいもらってこう、いっぱいもらってきましょう。なんかよくわかんないやつはとりあえずいっぱいもらってくって親から習ったから。エメラルド補充してこう、エメラルド補充の巻。さらにこいつからカナトコリーノをもらっていきの。もうネザー行くよ。俺ネザー行きたいのよ、俺は。ネザーの奴らが何を交換してくれるのか。世界は謎に満ち溢れてるわけよ。ちょっと、あそこに村あるし、ここにすごいのがあるんだけど。もういいや、これもう、両眼ここで見つけちゃいましょうよと。お前、勝てると思うな、お前、本当に。お前、勝てると思うなよ。やめろ、お前よし、端を、よっしょ教室こんな掘るのめんどくさいな。溶岩畑。よし、オッケー。これで作るしかないでしょ、これ。ポン、ポン、アーム、ポン、ポン、ポン。そして、ファイナルポン。あ、違う。なんでオッケー、ファイナルポーン。でも、水消えたの。なんで今、まあいいや。黒曜石10個取ってっか、一応。いや、取っていきましょう。黒曜石タイム。よいしょ。これで10個取ったし、エンダーボールもあるし、そしてもう行っちゃいましょうよと。マガジャンファイヤー。来たけど。待って、モブいない。唯一今回だけだよ。こんな楽しみなの。いるこいつら、まず。はい、ボン。おー、めっちゃええやん、ピグリン。もらっとこ、ちょっと待って。防具作る。ちょっと金の防具作るもん。こういうことよ。これ脱ぎ替えといて、これで攻撃されない。もうね、こういうことよ。頭を使うのよ、俺は。やっぱ、いかに頭柔軟にね、生きていけるか。どうやって。あ、いた、こいつは何なの？お前ねえね、お前は。エンダーボールやん。めっちゃいいけど、めっちゃもう持ってるから、もういらん。そっか、俺もう貿易しなくていいんだ。これやりてえの。ちょっと待って。俺にエリトラがあるから、エリトラあるじゃん。ロケット花火あるじゃん。確か問題は。おい、こいつ、なんか地面の中埋まってんだけど。なんだあいつ。チート。でもここで死んだらね、ただのアホチンだから、ブレイス・リーノの家を早く見つけちゃおう。待って、マグマ野郎、お前ね。火炎耐性やめろ、お前火炎耐性よくです。めっちゃブロックしてる。お前、エメラルド俺のエメラルドお前四角いやろ、お前、こっち来い、お前。はい。おい、死ぬ。お前、どっか行け、お前。めっちゃ撃っとくんだけど。ちょっと俺もうこれ飛んでけばいいのか、俺、頭いいな、俺。No。ブレイズ・リーノの家ないんだけど。ガス出る。あー、できなかったお前、こっち来い、お前。あ、ファイヤーボールいらない。オーマイガーあった、最高じゃない。完璧な着地を見せていこう、これ。こういうことよ。見た今の。じゃあ、火炎耐性ね。5分めっちゃあるし、しかもスポーナーある。じゃあ、これ飲んで。ブレイズ・レイノはなんだ、交換は。ブレイズ・ロッドやろ、普通に考えたら。そこ逆転の発想で押してくるかもしれない、ブレイズたちは。こいつ頭おかしいから。やばい。俺なんか怒ってるし。なんだファイヤーボールかい、お前ら。お前、世界一いらない貿易2人目や。やめろ、お前。恥をしろ、お前は。ノックバック10がめっちゃ邪魔になるかもしれない。許してやる、今日、特別に。この優しさを持って。よし、2個いいよ。やばい、俺死にそうなんだけど、なんか。意外と、お前どっか行くな。お前やばい、死ぬ俺。めっちゃうっとぶし。なんで俺盾持ってないの俺盾壊れた。やばい、死ぬ。なんで俺盾持ってないの俺。お前俺死ぬふざけてたら。お前上から見てる、これ天才だ。俺いつの間に盾壊れたまだわかった。やれ、ぶち殺すべな。しねえ集団リンチを許すな。圧倒的なプロモス夢プレイヤー。はい、もうこういうことになるのよ。そんな当たんないね、お前。オッケー、6個あるよ。お前、恥をしろ、お前は。お前、めっちゃうっとんだし。速さがいいのに。いかに相手に時間を与えないか。こういうことよ。待って、黒いやついた。オッケー、10本来たよし、もういらん。はい、V 破壊して。転送の術を使っていく男。お前、何交換してくれんねん。やめろ、お前。レザーラ、お前、やべ、死ぬ。鬼強いけど死ぬ。こいつ一回倒す。お前来んな、お前。強すぎることが分かった、こいつは。待って、だから、これ来るじゃん。おい、お前。こういうことよ。IQ6 万オーバーの男。こういうことよ。お前もう来れないから、お前。ネザーライト。しかも、ダメージ軽減10。何こいつら。おー、やばいよ、これ。まあ、10個あればいいでしょ。ダメージ軽減、今つけちゃおう。今、アイテム邪魔になるからね。ダメージ軽減、ぶち当てていく。フルダメージ軽減10の最強の男になった俺は。無敵艦隊前太郎となった。お前どっか行けお前は。よろしくないね、非常に。じゃあ、スプラッシュマウンテンしといて。モブめっちゃいいな。でも、用なしということで、帰っちゃいましょう。こういうことよ、見てこれ。こんなおしゃれなポータル今まで見たことある？ないから。はい、というぐらい。マガチャがファイヤー。あ、そうだ、しかもさ、ちょうどめっちゃいいんだけど。こいつらいるから、水のバケツもらってきいの。ブレイズ・リーノ・ブラザーズにするじゃん。とりあえず全部。こういうことで。エリトラもはめておいて、1投目。もう5-1よ。5-1。5-1の前だろ。あとはこれも飛んでいけばいいと。もう人生楽。俺幸せ。飛べて。やっぱ空を飛べば悩みも飛んでいくから。同時に。戻ったし、もう戻ったし。早いぞ、やっぱ。さすがエリートな大先輩。俺すごくない？俺すごくない？ぴったりの男。あ、ここだね。完璧なここだったね。圧倒的な直下掘りのプロプレイヤーがまた再び炸裂するのよ、ここで。お、来た来た来た。よし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 。完璧じゃない？もう遠藤のビビってる声が聞こえてくる、今。待って待って。じゃ、ついでに、お前ついでに。ちょうだい。オッケー、ありがとう。しかも死んでもなんか貿易できるわ、これ。いらんね。あったし。エンドゥータイムあったし。あ、待って、こいつらはお前ねえねウィザーのスポンエッグもらえるんだけど。ちょっと5個ぐらいもらってこ。お前ね、もう4円でお願いしよ、お前。ウィザーのスポンエッグってやばくない？家事代作っていく。一個ずつやっていくしかないのよ、こういうことは。で、ダメージ経験10のネザーライトのチェストプレートリーノにしていく。オッケー、全身紫タイツにして、もうこれいけるんじゃないの？これ移動速度上昇、攻撃力上昇3ある。もうこれエンドどうしようもできないね、これ。こうなったらもうエンド手出しできない、俺に。こういうことよ、エンドこういうことや、エンド。行くしかないでしょ、行っちゃいましょう。来た。しかしやばい。完璧な橋を作っておいて。そうだ、俺、スーパー TNT もあんじゃん。もうちょっと、やばいぞ。これ、どうやって倒すエンド。こいつはエンダーマンは何交換するの？ドロップ増加10あったんかい、こいつ。まあいいや、もう今となったらいいよ。そんな困ってないし。恥を知れ、エンド。圧倒的な弓スキル？惜しいね。こういうことよ。何だよ、これ。エンド絶対ビビってるよ。オッケー！そこにもあるね。見えてる。すべてを見えてる。おー、うますぎる男。ウィザーってさ、エンダードラゴン戦うの？エンド、お前諦めろ！来た、エンド。ついにエンド。我に帰ったか、エンド。だって、このスーパー TNT 直撃させる。顔どこだ？お前やべ、エンドなんか、お前、キノクはなんだこれ？キノクはエンド！待って、その前。お前、やべ、待って！おねえ、遠藤からキノコはダメージ増加1000出たんだけど、これ一発もしなくて遠藤倒せる、これで。待って、遠藤自分が交換した武器で殺される運命だったんだよ。お前、キノコは1000に勝てると思うのよ。分かった。めちゃくちゃにする、俺はこの世界を。ウィザー行ってこい、ウィザー。お前やばい。この混乱の中、俺は遠藤ぶっ叩く。こっち来い、遠藤逃げてんね。遠藤逃げてる。こっち来い、遠藤なんで当たんない？お前、俺死ぬマジで。しかもなんかめっちゃ戦ってない、あいつら。めちゃくちゃ、お前やばい、俺死ぬんだけどね。え、もうなんかよくわかんない。飛びながらエンドぶっ倒したい。勝てるな、エンドにやってたいのに。殴ったウィザー待ってウィザーワンパンしたんだけど、まだいける、俺ならまだいける。来い、エンド。なんでエンド当たんないの？なんでちょっと待って、なんでエンド頼む、エンド。よーし見たか、お前。見た今の圧倒的な。やめろ、お前。ということで、見たでしょ、ウィザーがいる。まだもこいつを仕留めないと終わらない。混乱してんな。やっぱ混乱から解き放してあげたいの。こっち来い、お前はこういうことになるのよ、お前は。はい、てなわけで、この伝説のキノコはエンダードラゴンから手に入れた。で、エンダードラゴンをボコボコにしたと。